はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。かっこいいですよね、このね、メニュー開いた時も。こんな感じになってるんですよね。前だったら顔だけだったのに。ということで、パート2です。じゃあね、バンバンいきたいと思います。前回の続きですね。オープニングからここまでね、前回ずっと撮ってきたので、まあまだ20分ぐらいしか多分やってないと思いますので。かけるとでもね、結構アイテムとか起こってたりもするので全然違うんですよね、前と。だから結構ね、取り忘れ要素とか前あったので、そんなことも魔鋼でむせ返るぜ、ね、ボイスとか入ってるので、そういうとこはね、まあ自分喋んないようにしますんで。だから取り忘れとかあるので、まあそんなそんなことも考えながら。やるか、長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたら良いよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。そっちじゃない、はしごで降りて。アイテムあっかもしんなかったからね、まあ言ったんですけど、何もないみたいです。なめてんのかこら。沈め、どけどけ、とどけ、消えろ。あ、こういう場合はバレット。ここか。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな、俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。
どうした？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。こんなん決めれんだ。20分だとやばいかな。自信あんだろうな。モードやった方がいい。簡単に倒せるものを撃破できればどっちの味方だよ。念のためだ。ああどうよ。どけどけ。どうだ。どけどけ。バイア、あ、これか。バイアコアってやつなんだ。反撃だ。一気に片付けるぞ。沈め。狙う。よし。おう、狙うぜ。こういうことだね。気合入れてけ。ここでクラウドを乗せて。そっちは任せる。そっちはどうだ。勝機はまだまだ。Yeah!
フィートってなれば多分ダメージすごいです。なった。リミット技は消費しません。これだ。攻撃。おお。こうか。やべ、魔法を使って回復しましょう。回復が必要だ。回復してるけどね。余裕だ。そうだ。よし。
サソリにくれてる。急げ、脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。バレットについていけるよ。倒せない相手じゃ。倒さなくちゃないな。ここまでどうってことない。なんだそれ、こっちなの。大丈夫か。ただできんだ。クラウド何してるの？早く来て。急いで急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。
気をつけ。これはもうこれまでもない、ね、違ってるよね。いいかこれ。そうだわ、攻撃があんま効かないわ。落ち着いていけ。おう、引き込んどけ。おらおら、なるほどね、火が効くんだね。十分間に合いました。
急げ。やばいね。一番魔航路、あれ爆破ね、ここまですごかったっすね。アクション RPG になってるからね。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔航が反応してるのかも。俺は町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。はい、これでここでは何もできないな。臭い、錆臭い、新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。火災が発生しています。1番街および8番街は
警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り、俺たちはこの先ももっともっとマコールをぶっ壊す、星の命を救うためにな。だよな、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの渇望は星を救う、そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかせろ。うん、でリーダーどうするよ。計画通り全力で逃げる。さて今回ここまででしょうかね。なんで爆破して大変なことになりましたけどね、明らかに後で手を加えてましたよね。はい、ということで今回断りたいと思います。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。